どうも、ベトナム在住のウキツです。今日はね、このスーパーカブのエンジン、トランスミッションのね、確認をしていきたいと思います。さあ、こいつはね、カバーを取って、これね、どこに問題があるかなんだけど、まあまあシフトドラムなんだろうな。まずはね、現状確認していきます。これがね、動きが悪い。え、買ったなにこの硬さちょっと待ってよ。いや硬いよ。これが、あれ、これ星型。ちょっと待ってよ、こっちかな。あ、星だ。ここも硬い。え、さっきこの動き、ん、硬いよね。ちょっと待ってよ、これが傾く。いや、硬いよね。取ったの？あら、あれ、スルスルに回るよ。これを強く締めすぎた？強く締め、え、ここはゆるゆる回るんだな。こいつは外れない。これはこれでいいの？ここの当たり傷がすごいけど、え、これを押されたってこと？軽めに締めて、要はこれが当たってればいいんでしょ？あ、軽い。あ、でもここの周りがおかしいのかな。が、硬い。やっぱなんか動きはおかしいんだろうな。これが入らんのか。これ何足なんだろうな。まあ、あ、そっか、これが周りは入るんだ。え？ってことは？走りながらなら問題ないの？どうなんだい？まあどうであれ、一回開けるしかしょうがないんだろうな。
さあ、そんじゃ外していきますかね。あれ？これってどうやって外すんだっけ？え？ここの部品つけたって意味ないでしょ？ちょっと一回つけるか。こいつバネ硬いな。これで締め込んだら傷つくでしょう。合わせ面どうすんのよ。これ締めて、これバネ硬いな。この押さえつけで外れんの？いや、それでも無理でしょ。ここを押しとけばいいんだよね。なんかかますか。何を当てる？ちょっとこれがここに合いそうなんで、こうやれば。エンジンを押さえなきゃダメだよな。いやー、どういう仕組みよ。こうすりゃいいか。何かが間違えてるでしょ。あー、いった。違う、回っただけ。これどうやって開けんの？これを動かなきゃいけないように、動かないようにしなきゃいけないんだけど、ちょっとなあ、あんまり傷つけたくないから、何もなしで押さえた、押さえる、なんだ、叩いても、これ以上多分無理だよね。勢いだけで。これで別に開くわけはないんだ。押さえるしかしょうがないよね。これで、これをこっちにして回り止めになるんだっけ。これはやばいか、壊すか。あ、開いたけどな、正しい開け方じゃないよな。とりあえずはこれ、バネ絶対硬いよこいつ。ちょっとこのバネの硬さおかしい気がするんだけどな。違うかい。しかもこれバチンと上がるよね。傷つく。いけるか。いやー、何かがおかしい気がする。まいっか、いつ抜いて。このね、ピンも忘れないように抜いておきますね。一個だけ短いんだ。さあ、こっち側、ここを回すんだね。さあ、じゃあこっち側も中心に遠いとこから、これでいけたんじゃないかい。ボルトはね、こいつも並べておきました。これで
このノックピンも取れん。よし。これで、オッケーですよ。あー、なんか落ちてきた。ワッシャーだ。ワッシャーは、ここだ。他にはないよね。さあこれで今ちょっとエンジンが反対側向いてるけども、これのね周りが良くない可能性、ここに今あんまり映ってないかな、溝があって四速になった時にこれがこの動きが硬いんじゃないのかな。やっぱりこれがね、この状態で回したことないけど、これは今ストッパーで引っかかって4速から次に行かなくなるんだが、ね、これがね、あの、今スムースに回ってるぞ。まあちょっと今回これをね、バラしたいんだけど、その前にもうここら辺クランクとか取っとくか。そんで最後にミッションを全部セットで引っこ抜きでしょ。あれ、なんだこいつが硬い板か、うん、一式で抜いて一個ギアがついてた。ここにワッシャーがある。これでいいね。トランスミッションね外したんで確認していくんですが、ちょっと部品がばらけないようにねゴムをつけておこう。これでいいんじゃない。これミッションの状態は悪くはないと思うんだよな、傷とか。これはニコイチしたんだよな。これがコピー部品なんですよ。でコピー部品だとねネジクラッチ、あのこっち側が使えなくなっちゃうんで、このシャフトはねもともとの4速のやつを入れてるんだ。で中をいろいろ組み替えたからギア比が違ってこいつだけ純正入れたのかな。まあよくわからんけど、これに問題はないと思う。そんで私が疑ってたのはここの動きなんだけども、すごいスムースなんだよな。これね、硬いやつはなんかここの溝がちょっとだけ映ってるのかな。あって角をね削るといいなんてあったんですけど、これちゃんと斜めに削れてるし、いや何よりねこのピンをね抜くのが、ピンがあってこいつがね曲げてあるんですよ。だから抜くためには一回戻して抜かなきゃいけないんだけど、これするとこのピン壊れるよね。どうしようかな。いやこの面の傷だったりとかを気にしてたんだけど、いや、うん、ここの当たり面綺麗だもんな。ちょっとだけ写真撮ろうかな。ね、ここの溝のことを言ってるんだけど、これはね無理に開けない方がいいよね。ってことは戻すしかないの？どうしようかな。いやー、他に問
題はないと思う。これの当たり面だからこっち向いて、どっちがどっちよ、こうやから下で上か、え、いや問題ないでしょう。ね、ここの傷もちょっとしかないんで、少しあるけど、いや困った、どうしよう。さっきの硬かった部品か、このバネが硬すぎる気がするんだよな。で、ここは抜ける構造ではないの？なんかね、下が変な潰れ方はしてるんだけど、これが原因？でもここにガタじゃないや、これがくるくる回るから締めすぎたって問題はないでしょう。困った、こいつの硬さが、これは硬すぎる気がするけど、ちょっと僕は三足ミッション持ってるはずなんだな。そいつをちょっと屋根裏から取ってこよう。三足だよね、1、2、3。ちょっとこれといろいろ見比べよう。こいつはこれはコピー部品っぽいんだよな、なんかどうなんだろう。あ、この部品って一緒？長さ一緒に見えるけどな。こいつのバネは？こっちも硬いのかな。ちょっとこれ外してみよう。混ぜちゃ困るけど、ゆるい。と、あ、これもやっぱり外れないんだ。ただ問題はやっぱりここががっつり当たってるんだよね、なんかね。長さ全く一緒だよね。入れ替えたらうまくいったりするのかな。あまりぐちゃぐちゃに混ぜるとわけわかんなくなりそうだけど、いや、バネの硬さも違うぞ、これ。角度も違うし。え？線の太さも違うのかな？あんまり混ぜるとわけわからんくなるけど。1.8。1.78、同じか。ちょっとこれ変えてみようかな。長さも見とこう。
どこで見るかだけど、全長が、57.73、これがこっち、こいつが57.62。測ってる場所が変だけども、いや、ちょっと一回変えてみるのがいいかもしんないな。どうだろうな。バネのね、角度が違うんですよ。こいつがこっち行って硬すぎるんじゃないのかな。ちょっと一回入れ替えて仮組みするかね。これは4色のやつをここに入れました。他はこれも純正っぽく見えないんだよな。いつ何の目的で買ったか覚えてないんだけど、ちょっとこれ入れ替えてやってみよう。今クランクとかね、いろいろ外したんだけども、ミッションだけ戻してね、確認してみたいと思います。これが4速で引っかかって、ちゃんとはまってるよね。で、ここの周りを、まあいいや、どうしよっか。ちょっとオイルを塗って仮組みだな。今というかさっきというか、ここ閉めてる時にね、カメラの電源バッテリーがなくなっちゃって、でカメラ止まってしまったんですけども、これね、今までと違うんですよ。何かっていうと、さっきね、外す時も空回りして外せなかったんですけど、今回ね、ちゃんとここでクッと止まるんですよ。開ける時もね、ここに来ればこれでグッと開けれるというね。私は今までこれ何か組み間違いをしてたんですかね。何が起きてるんだろう。ちょっとよくわかんないけど、組み間違いって言ってもね、なんだろうそれでこれをつけるんだけど、これ3速のミッションから撮ったやつですけどね。こいつを使えば、これの方がバネが柔らかいぞ、多分。ちょっと待ってよ。だいたいこれが六角で締めれてますもんね。ちょっと位置が変なところに来た。これを締めると硬くなっちゃうのか。締めすぎがいけないの？あら、違う。ただ引っかかっただけ？手で映ってないね。ちょっと起こそう。ちょっとね、エンジン立てました。これで軽く動くじゃん。ちょっと引っかかったけど、これはこれが回るからいいのか。これ回せば動くもんな。だからこうすりゃいいのか。ちょっとオイルが足りないんだろうな。オイルをミッションに入れて上から刺しとくか。
こうやったらちょっと潤滑させて、だいたい横のガタは少しある感じだから、え、こう回るからこっちに回るんだよね。だからこっちか。何足に入ってるかわかんないけど、とりあえず動くじゃん。今までは何だったんだ？さっきここもスタックしたよね。これの締めすぎ？いやーよくわからんけど、よくなった。なんじゃそりゃ。だいたいね、この硬さが違うのよ。まあただうまく動かなかったのは、こっちの中の問題もあるんだろうけど、いやー、 OK でしょう。どうもうまく回せんが、映ってる？手が邪魔なんだっけ？いけてるか。いや、いや、ちょっとうまく回せんけど、まあまあ、これはエンジンが回ってればというか、うん、普通にギアチェンジできんじゃないのかな。なんかたまに引っかかる。まあそれはオイル入れればうまくいくんでしょう。これで解決なのかな。これね、結局何が悪かったのか今一つしっくりこない状況ではあるんだけども、これならね、もう問題出ないと思うんですよ。まず一つはここがね、柔らかい。さっきのと違ってね。で、もう一個なんだっけ？これが、さっきはいつまでもくるくる回ったのが、今は、ちゃんと、ね、これでもこういけば、ここでロックかかって開け閉めできるんで、何を組み間違えた？何かが、ちょっとずれたってありえないと思うんだよね。ここのガタは別に問題ないとして、本当はこれもね、元のやつとつけて比較すればいいんだけども、実はさっきバネ硬くってね、ちっちゃな傷ついたんですよ。だからあんまりあれをね、また取り付けしたりとかしたくないんで、もうこれで OK にしちゃいます。なんでね、今日はこれで終わりにしようかな。これせっかくね、ここまでバラしたんで、ここの平面も鳴らさなきゃいけないんだけども、クランクもね、もう一回開けて、この合わせ面もね、ガラスの上でスッとこうと思うんですよ。まあまあ、それはちょっと次回やるんで、今日はね、これで終わりにします。それではまた。